坪50万で計算しても250万以上変わってきます。はい、こんにちは、広報本田です。今回ですね、ご質問がありましたので、それについてお答えしていきたいと思います。耐震や性能にこだわりのある住宅会社で、予算内で建つように坪数を減らして建てることにしました。進むにつれて目に見えるものにお金をかけれず、これで良かったのかと考えてしまいます。これで良かったのでしょうか、というご質問いただきました。これに対する回答なんですけども、理想は全部がバランスです。性能以上のバランスって大事です。予算を削る方法は、家の大きさを極限まで絞る設計をすることです、という形で回答しています。確かにですね、性能だけ良くてもですね、見た目があまり気に入らないお家っていうのはね、私あんまり好きではないんですよね。性能と意匠的なものを、全てバランスを取るように弊社で考えて設計をしていたりもします。その中で予算のことはやっぱ出てくるとは思うんですけども、家の予算の中でですね、やっぱ一番かかるっていうのは何かっていうと、やっぱりね、家の大きさなんですよね。30坪と35坪でも5坪違えばね、坪50万で計算しても250万以上変わってきます。250万変わればですね、家の中の衣装的なものにかけられるお金っていうのはもう全然変わってきますので、家の中の見た目が全然変わってくるんですよ。じゃあ本当に35坪の家がいるのかどうかっていうのをしっかり考えないといけないですし、それが本当に30坪で済むのであれば、その5坪浮いたお金、例えば250万浮いたお金で、衣装的なものにお金かけると、多分この方のような思いをされないんで済むのかなというふうに思ったりもします。こちらの1坪削るだけでもね、坪わかんないです。その住宅会社の坪単価がわかんないですけども、40万、50万、変わってくるんであればですね、40万、50万あればね、フロアを例えば、合板フローリングから無垢に変えたり、壁の仕上げをクロスから珪藻土クロスに変えたり、ちょっとリビング一部塗り壁にしたりとかっていうことができると思いますので、そういう家の、大きさをですね、必要時にちっちゃくするって言ってあれなんですけども、無駄なくコンパクトな設計をすることの方が大事なのかなというふうに思います。こういうコンパクトにする設計のね、コツっていうのもあるんですけども、その辺ができる会社だったらね、ぜひその辺をですね、意識してやっていただきたいところなんですけども、またそのコンパクトにするためのね、設計手法っていう考え方やったらあれですけども、いうのはまたちょっと別の動画でですね、解説できたらというふうに思います。はい、そしたら今回は以上になります。ありがとうございました。この動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が参考になりましたら、ぜひこの下のグッドボタンを押していただけたら幸いです。あとチャンネル登録されていない方は、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。